出るんだよゲージが、うん、登録者数じゃない人も見てるんだ。それが 90% って書いてあったから、うん、そんなもんだよな。プレゼント何だっけ、プレゼント企画あんまりやりたくないな。いいんだけど、そこをやってまで、それをやっちゃうと、なんかその視聴者のための YouTube みたいになっちゃうから、そういうの俺嫌だ。俺全然そういうのやりたくねえからさ、言われて例えばこの曲もやりお願いしますとかさ、そういう程度だったらいいんだけれど、なんかもうちょっと見やすくしてくださいとかさ、そういう注文してくられちゃうとめんどくせえからさ、やりたくねえからさ。本当にあくまでこういうとただのドライブ動画だから、そういう考えでやりたいからさ、 YouTube から俺がね金稼ぎしたくないから、天然パイあんまりやりたくないから、めっちゃ渋滞してる。この先渋滞しています。渋滞とは何か恩返し程度でやりたいなってのあるけどね。いつしかまだ収益ないからやんないけど、収益はバカバカ出るようになったら、まあ、ないと思うけど、なんだろうね、あの観覧車。あ、アウトレットじゃないの。あ、アウトレットにあるんだ、観覧車。あれ、あってもおかしくなくて、この辺広いし。うん。あ、そうだ、違うの。知らない。アウトレットにあるやつ。唯一。なるほど。あ、ありがとう。何あの、ハザード。え？ハザード、めっちゃ耐えてた。渋滞してんじゃないの。あ、こっから渋滞してんだ。うわ、真っ赤だ。うえ。だ、言ってんじゃん。だ、渋滞突入するねって。およそ2キロ先料金所です。事故起きやすいやつだ。そうだね。なあの人だって8時ぐらいがいいって言ってたじゃん。まあね、つっても時間潰すとこなかったし。まあないことはないよ。それこそアウトレットを見るだけ見に行って時間潰しててもよかったんだろうな。まあね。私も誰。あ、まだ動いてるからいいや。事故ったら相当めんどくさいね。1時間の渋滞。いやでもまあ路肩はあるから。まあ
渋滞だって。うん、そこにタイムズがあった。左っていうのも戻るっていうのもありやん。行かなんかいみたいな。別料金だ。1キロ先料金所です。ここで一気に3000円とかなる。そんなかかんないのかな、それか。なんで？ちょっと見てみる。まあ、このカナビ確かに情報古いからね。うん、やっぱ3000円、100円とかかかってる。事故渋滞になってるぞ、ミホタル。急におよそ800メートル急にバッテンついてるじゃん、さっきなかったのに。いやじゃあもしかしてこれ事故成り立てか。だからより一層ひどい渋滞なんだ。分かんないけど